アルナスルは今日がグループステージでの戦いとなります。この時間はアルナスル対ソブアハン、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはコナミスタジアムで行われます。今日はナイトゲーム、現地の天気は晴れています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アルナスルはこの試合4-5-1というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、特徴としては中盤のポジション同士が柔軟なバランスの取れたシステムと言えますよね。このフォーメーションの特徴でもあるトップをどう生かすかがポイントになってきますよね。なるほど、前線ワントップが重要なんですね。そうですね、この場合ワントップは2列目以降の選手が飛び出してきた時にきっちりポストプレーをこなすことですよね、はい。まあ、トップも中盤のトライアングルの一員としてビルドアップに参加することで相手ディフェンスのラインを高くすることができますから、まあ、できたその裏のスペースにどんどん飛び出していく形ですよね、はい。キックオフです。 AFC チャンピオンズリーググループリーグ第4節、アルナスル対ゾブアハン、サイドをご紹介しましょう。右側がゾブアハン、左側がアルナスルとなります。右サイド上がっていきます。右サイド上がっていく、うまいですね。中央へ折り返す、ボールはクリア、ミドル、止めた、こぼれた、縦へのボール、長いボールを送ります。大きく前線に入れます。原とばりからのフィードボール、これはつながりませんでした。このクリアボール拾いたい。ここはすぐ奪い返します。アルナスル、ジュリアーノ、ジュリアン、シュート、いやー、枠の左、ギリギリ枠に行かなかったんですけども、見事なシュートでしたよね。枠に出ればゴールだったかもしれませんけどもね。パスでつないで攻め込んでいきます。ゾブアハン、裏のスペースを狙う、シュート、いやー素晴らしい。さあ今の得点どうご覧になりますか？まあ本人としては今後の自信につながるような綺麗なボレーシュートだったんじゃないでしょうかね。先制1対0です。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、はい、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。1人で行く、ファーサイド、クリアなさい、激しいボールの奪い合いです。あ、これファール、取らないですか、レフェリー。縦に大きく放り込む、さあここでカウンター、スルーパス、
大きく縦へ、一人持ち上がっていく、アルナスルは現在1点差でリードされているも、ポゼッションでは相手を上回っている状況です。まあ一つ言えるのはフィニッシュの精度がポイントになってくると思いますね。前半の中盤という時間帯を考えてじっくりいってると思うので、あと一つを押し込みたいところですよね。カウンターですよ。ジョブアハン奪い返します。裏のスペースを狙う、いいボールですよ。ジュリアン、アンラバト、一気に縦へのアーチ、トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。ディフェンスをものともしません。縦へのボール、ここで収まる。このボールに触ります。長いボール縦へ、これ仕掛けるか、コース空いた、スクイボールだ、必死のクリアでしたね。よーった、おっと、大きく縦へのアーチ、裏を狙う、ここは通しません。大きく縦へ、中上げる、シュート、これよく止めましたね。いや、あの位置からのシュートですからね、ファインセーブですね。前半最後のセットプレーになるのか。ボールが上がる。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。結果前半1対0、アルナスル先制点を与えたまま前半を終えます。守備をしながらやはり点を取りに行く、追加点取られてしまいました。差が開いてしまいますからね。 AFC チャンピオンズリーググループリーグ第4節、アルナスル対ジョブアハン、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。後半です。この後半の入り方っていうのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れないけど取りに行かなければいけない、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかっていうことが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど。どうだ、ジョブアハンはここクリアで難を逃れます。シュート、枠は捉えていました。まあこういうチャレンジはいいですよね。どんどん打っていってほしいですね。縦へ送る、さあつながるか、このパスが抜ける、抜けてくる、縦へのボール、これをカットします。裏へのスルーパス、ペトロス、これはファールです。
ジョブアハン、これは奪い返します。長いボールを送ります。ギルーク狙ったボール、当たればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。アルナスルは現在セカンドハーフ立ち上がりで1点差を追う展開となっています。これについてはどうご覧になりますか？時間的にも余裕があるので確実に追いつきたいところですよね。ここで大事なのは失点しないことですね。後半ですから離されると状況的に、あ、ダメだ。ピンポイントで合わせてきます。最後食い掛けましたよね。突破されて次の守り切れてないですよね。大きくサイドチェンジ。ジョブハンは先ほどから守備のブロックが中央で固まっているという印象ですが、いかがですか北澤さん？そうですね、攻撃をクロスに絞らせてるんでしょうね。センターバックの選手がサイドに突き出された時は、残りの中盤の選手がカバーに入りますからね、はい、なかなか崩れませんよね。なるほど、チーム全体として非常に守備の意識が高いと言えますね。はい、ただ外でヘッド、いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。アンダバト、長いボール縦に入れます。ここまでご覧になっていかがですか北澤さん？アルナスルとしては負けていますけども、攻撃が形になってるんですよね。これは早めに1点決めていかないともったいないですよね。大きく縦へ、さあアンダバト、いいですね。いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。縦へのボール、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。長いボール縦へ、もう一つ前に行きたい。失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。さあ右サイドから上がっていく、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。これはカード、残り5分を切っています。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じできますよね。ボールを下げてリズムを作るか。ここは大きく縦に入れます。アンダバト、ファーサイドへのボール、さあ時間がないところ、フリーキックに変わります。選手たちもちょっと感情を抑えきれないという状況です。まだ笛は鳴りません。さあ誰に合わせてきますかね。
いけるか、シュート、うーんと止めた。あ、そして今試合終了、1対0、アルナスル1対0で敗れました。追いつけませんでした。前半のゴールがそのまま決勝点。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。アルナスルとしては後半に入っても自分たちのやろうとすることがうまくできませんでしたよね。そのためにはやはり相手のリズムをいかに崩していくか、そこでしょうね。そうですね。さあ、放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤豪さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。AFC チャンピオンズリーググループリーグ第1